クリス・カーマックは、アメリカ合衆国の俳優で、元ファッションモデルである。2003年のティーンドラマシリーズ、ザ・オーシーと、2012年のカントリーミュージックドラマ、ナッシュビルの2つの人気作品への出演で知られている。カーマックは、バタフライエフェクト3、最後の選択、イントゥ・ザ・ブルーに、ラブレクト、美人ライターレーンの恋愛記事、アルファオメガなどの映画に出演していた。 2018年から ABC のメディカルドラマグレーズ・アナトミー・コインの解剖枠にドクター・リンカーン役で出演している。カーマックはワシントン DC で生まれメリーランド州のダーウッドで育った。家族構成は両親と兄が一人妹が一人の5人であった。子供の頃から野球、バスケットボール、アメリカンフットボール、レスリングなど様々なタイプのスポーツを好んだ。 マグルーターハイスクールで学びながら音楽に興味を持ち、ジャズバンドに参加する前にギターとサクソフォーンの演奏を教わっていた。またカーマックの興味は演劇にも向かって競合する数多くのドラマフェスティバルに加わってオンステージやオフステージで年間3公演のプロダクションで働き始めた。カーマックはセネカクリークデイキャンプのカウンセラーを長年務め、 マグルーターハイスクールで人気のオリジナル曲であるロッコザレジーモスやオードツーサルピノを歌うことで知られていた。カーマックは卒業後にティッシュスクール・オブ・ジ・アーツで芸術学位を取得するためニューヨーク大学に入学した。そしてモデルスカウトのジョン・ヤネーラに見出されてニューヨーク大学を離れこの職業へ進むことを決意した。カーマックの外見はまさにブルース・ウェーバーが アバクロンビーフィッチのために探していたイメージと合致した。他には、ロードテイラー、メイシーズ、ターゲットコーポレーション、フー、a エルフランス版、ノーティカ、ゲス、そして、コスモガールのカタログや雑誌のモデルとして働いた。ニューヨークでの2年間の後に、ロサンゼルスに転居し、俳優業に専念することを決意した。ザ・オーシー第1シーズンのルーク役で、 世界的に知られるようになったが、制作側が翌年の出演を確約できなかったため、続投しなかった。カーマックは2005年に、アバクロンビーフィッチの限定高級レーベルである、エズラ・フィッチのモデルになった。2005年公開の映画、アマンダ・バインズ・イン・スウィート・パラダイスに、カーマックは、アマンダ・バインズ、ジョナサン・ベネットと共に出演した。そして、ニューヨークとロンドンの劇場で、 演技の経験を積むことを決意した。2006年3月16日から5月21日まで、オフブロードウェイのエンターテイニングミスタースローンに主演した。ローラペルス劇場での公演で、スコット・エリスの演出であった。トニー賞ノミネート俳優、アレック・ボールドウィンとジャン・マクスウェルが、カーマックと共に出演した。2006年に、カーマックは、テネシー・ウィリアムズの 夏と煙の貴重なリバイバル公演で、ロンドンの舞台にデビューした。ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの元芸術監督、エイドリアン・ノーブルの演出により、ロザムンド・パイクの相手役ジョンを演じた。ロンドンでは55年間演じられなかった演目で、2006年10月21日から11月25日まで、アポロシアターで上演されたが予定より早く閉幕した。テレビドラマ、 デスパレートな妻たちの一エピソードで、スーザン・ベイヤーのいとこのティムを演じていた。映画、バタフライ・エフェクトの3作目、2009年1月公開の、バタフライ・エフェクト3、最後の選択では、主人公のサムリードを演じていた。2010年9月17日公開の、アルファオメガでは、ガース役で声優として初出演した。そして、アルファオメガに、エイハウル。 イーディ・やドベンチャーに同じくカーズ役で出演した。続編の一つに登場した数少ないオリジナルのキャストであった。2013年にカーマックは ABC ドラマナッシュビルにスカーレットとガナーの隣人でセクシーでチャーミングなカントリーシンガー兼ギタープレイヤーのウィル役で出演した。最初はカーマックのキャラクターが女たらしで、 スカーレットとガナーの関係の潜在的な脅威に見えたが、そのキャラクターはゲーで、カントリーミュージックのヘテロセクシュアル的なイメージを守るためであったのが明らかになった。カーマックは、このシーズンの第16話から第21話まで全6話に出演して、第2シーズンからはシリーズレギュラーに昇格した。2018年に、カーマックは ABC でヒット中のメディカルドラマ、 グレイズ・アナトミー・コイの解剖学に、オルソゴットとしてのドクター・アティカス・リンカーン役で出演した。2016年3月2日に、カー・マックはエリン・スレーバーとの婚約を発表し、二人は2018年10月に結婚した。このカップルには2016年8月30日に、娘が誕生した。クリス・カー・マック・ビオ、2006年1月31日閲覧。 クリス・カー・マック・バイオグラフィー。2019年5月2日閲覧。ニール・ウィルクス。オークル・スター・メイノット・ビーバック・フォー・セカンド・シーズン。デジタル・スパイ。httpwww.digital ・ス p ピー。co.uk.tb.a14057。オークル・スター・メイノット・ビーバック・フォー。セカンド・シーズン。html2008 年4月28日閲覧。 http://cartonp.com エンターテイニングムスロンリー html a カートンプレビューエンターテイニングミスタースローンマール172006閲覧サマースモークアポロシアターロンドン2006年10月20日閲覧バタフライエフェクトリベレーション blodysgusting.com d i 2009年6月7日閲覧。ルーツ、キンバリー、ナッシュビルエクスクルーシブ、ザ・オーシー、エス・クリス・カーマック・ムーブ・スインアズ、スカーレット・ガンナー・エス、スポイラー。TV ライン、2013年3月2日閲覧。アンドリーバ、ネリー、クリス・カーマック・ジョインズ・ ABCS、ナッシュビル。デッドライン・ハリウッド、2013年4月4日閲覧。ゴルトベルク、 レスリー、ナッシュビル、プロモーツ3-2シリーズレギュラー。ザ・ハリウッド・リポーター、2013年7月9日、閲覧。https、www.bussell.com、p、フープレズオルトコットン・グレイズ・アナトミー、クリス・カーマックイズ・ゴイング・ツー・シェイク、シングス・アップ・アット・ザ・ホスピタル -1267154、ネルソン、ジェフ。 クリス・カーマック・イズ・エンゲージド・ツー・エリン・スレイバー。ピープル・タイム・インク、2017年7月16日閲覧。バクラ・ブレイク、クリス・カーマックアンドエリン・スレイバー・ウェルカム、エイ・ドーター。ピープル・タイム・インク、2017年7月16日閲覧。サマースモーク・ノッティンガム・プレイハウス。27-09-06閲覧。BWW レビュー。 ブロードウェイ別シャインインディライトフルスタースタディットイントゥザウツアットザハリウッドボール2019年7月27日閲覧 http ラハストック .com ニュース201310 13954カントリーチャートニュースザトップマイナス30デジタルシングルスオクトーバーマイナス16から2013チェース ダイスデビューズマイナスにレディセットロールキャシディ、ポップクリスヤングブレイクシェルトンズレーテスト、ニアリーゴールドハット、ビーイングアローン、シングルバイ、クリスカーマック。iTunes ストア、Apple Inc.2015 年6月10日閲覧。ありがとうございます。